行為のいいところは同教室が多くて、その時にこうやってねバック風に持てるところが特にお気に入りです。バー2学期の筆箱紹介、イエーイ。では早速紹介していきます。まずはもう大事な筆箱から。じゃーん、こんな筆箱にしました。そうそう、これはスクバ風なんだけど、私この筆箱すっごいお気に入りで、実はジャンクの筆箱も持ってます。これもハートが可愛いです。でもうこの筆箱のすっごいねいいところは移動教室が多くて、その時にこうやってねバック風に持てるところが特にお気に入りです。でこの筆箱ね、もっとすごいところがあって、じゃん、ここに、こっちかな、プリクラとか写真とかが入れられるんです。この中でこうやって撮ってやるみたいです。後で入れます。であとね、このね可愛いピンクのハートのカラビナもついてるので、キーホルダーもつけれそうです。あとね、ここにもピンクのなんかスケルトンの場所があるんだけど、ここにもなんとじゃん、こんな感じで推しの写真とか友達とのプリクラとかも入れられるみたい。ここにもカードが入ってるんだけど、ここにもまた写真入れたいと思います。で中身はじゃん、こんな感じで黒いんですけど、まあ汚れが目立たないのもまたいいよね。あとまあ仕切りはないんですけど使いやすそうです。で私いつもこの筆箱の周りにキーホルダーをつけるんだけど、今回のキーホルダーはじゃーん、これです。このキーホルダーはなんかこんな感じでミニカチューシャで、これはこの前ディズニーシーで行ったんだけど、その時に購入しました。で次は定規、この定規ねすっごい可愛いの。じゃーん、見て、遊び心がある定規じゃない。でまず一つずつ紹介していくと、ここにはなんていうのかな、なんか近く見えるなんかそういう感じのレンズがついてます。あとここにはちょっとボールが入ってるの分かるかな、これでこうやって遊べるものもついてます。でこれはこの部分を取ると、こんな感じでパズルが、パズルなんかこういう移動するものができます。でこれさ、授業中にはやらないで、ちゃんと休憩とか休み時間に友達とやろうと思います。また学校が楽しくなりそう。でじゃん、この上にはちゃんと定規のメモリもついてます。もう透明だし見やすいし最高です。で次は消しゴム、ストロベリーチャンネル。消しゴムは3つ持っていこうと思ってるんですけど、まず1つ目はじゃん、シナモロールの消しゴムです。そう、これは友達、あ、こっちだ、これは友達があの誕生日のプレゼントにくれたんですけど、もうこれすっごいもうね、なめっちゃ使ってて、ちょっともうちょっと2つぐらいここあったんですけど、たくさん使ってちっちゃくなりました。で2つ目はじゃん、これもサンリオなんですけど、ポチャッコの消しゴムです。これもなんかシークレットみたいな、そういう感じでわからないみたいな消しゴムだった気がします。でここに友情運アップがあるので、お守りとして入れときます。あとこれね、バナナの香りがついてて、すっごい甘いいい香りがします。で3つ目はじゃーん、これ、私カワウソが好きなのでカワウソの消しゴムにしました。なんかカワウソでもっと勉強モチベ上がりそう。で次はマイネームペン。じゃーん、マイネームペンはこちらです。見て、めっちゃ可愛くない。最近マイネームのこういう可愛い絵柄が増えてて、とっても嬉しいです。そう、これねめっちゃ細くて書きやすいの。もう新学期にはマイネームペン必須です。で最後は鉛筆と鉛筆キャップ。でまず鉛筆、赤大鉛筆はじゃーん、これです。赤鉛筆はすごいシンプルで、じゃん、鉛筆キャップをちょっと派手にしました。これはお化け犬のよちよちお化け犬っていう可愛い鉛筆キャップです。で青鉛筆はじゃん、ワンちゃんの絵柄が描かれたものと、鉛筆キャップもワンちゃんのにしました。次もう一本と思って、あと3つあるんですけど、この3つは1学期から使ってるもので、特に描きやすい3本厳選しました。これもワンちゃん、クマちゃんのチャーム付き、これなんかハートのチャームと青い鉛筆です。そう、これめっちゃちっちゃいんだけど、すっごい特に描きやすい。それはじゃん、これね、めっちゃ可愛いポイントがあって、じゃん、こう見るとね、お花の形になってんの、可愛くない。じゃん、でそうそう、これなんか鉛筆を削ると、その削りカスが花びらになるらしいです。ちょっと楽しみ。で次はパンチ系の鉛筆、ちょっと今回鉛筆多めかも。でストロベリーチャンネル、おパンチウサギの鉛筆はこの2本なんですけど、ピンクのおパンチウサギのチャーム付きのと、紫のチャーム付きのにしました。こんな感じです。で次は、あ、またあった。これも新しい鉛筆なんですけど、さっきのこのねカワウソの絵柄とお揃いのです。またのでおすすめです、おすすめ。これめっちゃ可愛いの、なんかこうピンとか書かれてる。で鉛筆キャップの3本は、これはシンプルな紫、クマちゃん、ワンちゃんです。で最後は鉛筆キャップ。
鉛筆キャップのちょっとチャームみたいな上にちょっとついてるのがこちらの3つです。これはワンちゃん、真ん中のこれがよちよちおばけるの青バージョンです。で、あともう1本はシンプルな可愛い色のピンクです。これで2学期の筆箱の中身紹介は以上です。多分使っていくうちに中身とか変わると思うんですけど、大切に使いたいと思います。皆さんはどんな筆箱を使ってますか？よかったら教えてください。バイバーイ。この鉛筆、削りカスがお花になるらしいのでやってみた。では早速やっていきます。こんな感じお花になってます。ピンクに色にしました。では早速やってきます。楽しみ。これでさ、お花の削りカスになったら勉強のモチベ上がりそう。では削ります。ちょっと待って、これお花の形だからさ、ちょっと削りにくいかも。ちょっと待って。お、でもなんかいい感じだよね。ちょっと待って、わだ、ちょっと待ってね。ちょっとこれが取れた、いい感じになったら。え、待って、本当になってるかも。ストロベリーチャンネル。はぁ、すごい。なんか削っていくうちにちょっと見えるかな。じゃん、こんな感じになってきました。いっぱい削れば削るほどお花になるみたい。待って、楽しいんだけど、これ。え、これ絶対モチベ上がる。ちょっと一周で終わりにしてみます。よし、ではお花になってるか。じゃじゃんじゃじゃんじゃん。ちょっと待って、いいですね。思った以上にすごい綺麗にお花の花びらになってます。待って、すごい。待って待って、すごい感動。これで勉強のモチベ上がり上げたいと思います。バイバーイ。